こんにちは、ベネッセお茶の水ゼミナール国語科の石原です。今日はですね、この冬冬季講習、2020年冬季講習のお茶ゼミのですね、プレ講義現講義生ですね、国語の講座のご案内をしたいと思います。まあ、そもそも何の科目を扱うのかですけれども、この講座では3日間で現代文と古文を3日間ともですね、扱うことになります。そして扱う素材はですね、実際の入試問題、実際の入試問題、皆さんが実際に受験の時に、挑むであろう、まあ、かなりですね、その皆さんの目標校に近いだろうと思われる簡単ではないですね、入試問題を実際に解いてみようじゃないか。今全部できなくてもいい、今全部できなくてもいい、でも講師がですね、一緒に、その問題に取り組むことによって、皆さんがですね、この1年生の集大成として、そして2年3年とですね、自分がどういう勉強をしていくのか、その目標をさらにですね、明確にするための3日間になると思います。そこでですね、一つの裏テーマとして、この3日間は記述問題ですね、皆さんは学校の定期テストでも、模試のテストでも、そして実際の問題演習をした時にも、どうしても記述で少しね、苦手意識があるよ、解釈問題できないよという人がいるかもしれませんね。その記述に特にスポットを当ててですね、お茶の水ゼミナールでは非常に、少人数のクラスで、先生とですね、やり取りをしながら進めていこうかと思いますので、非常に濃厚なですね、3日間で、皆さんが今後記述問題を解いていくための大事なヒントをお届けできるかと思いますので、ぜひですね、皆さんと教室でお会いできることを楽しみにしています。ではまた教室で。